フラット行こう楽器屋散歩第4回は、大山潤さんに、ご参加いただきました。よろしくお願いしよろしくお願いします。ます。今日は、荻窪にあるアンテークギターズさん、ジャズマスター専門店のお店で、それと、そうですね、こちらと、それと併設している東京エフェクターさんで、結構修理とかもやっている、お店になるんですけれども、その2つのお店を回っていきたいと思います。はい。で、アンテギターズさんはジャズマスター専門店として経営しているんですけれども、大山さんから、どういう印象がありますかね。某 SNS でこちらアンテクギターさんを見かけまして、もうずっと来てみたかったお店ですね。なるほど。あ、じゃあ今日はすごい、いいタイミングで、来れた日に。ありがたいでよす。ろしくお願いします。はい。で、今日は編集部から伊藤も、大山さんに同行して、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、飲み友達あ、飲み友達。そうですね。じゃあ今日はちょっとフラッと、アンテギターさんと東京ベクターさんに遊びに行きましょう。はい、よろしくお願いよしろしくお願います。します。今日はおすすめの一本があるみたいなので、このキャットマスターですね。かっこいいし、そうですね、ピックガードと、で、オリジナルのピックアップでっていうのもかなりポイントになっていますね。またマークがね、そうですね。猫ちゃんですね。ちょっと怒ってますけど。そう、コンセプトがこうジャズマスターのこう特性をこう、まあ、猫のようにその気まぐれなこう音だったりとか、でも一緒にこうずっといたくなるようなっていうコンセプトが含まれていて、キャットマスターっていう名前になってるらしくて、結構深いですね。これちなみにいくつか種類あるんそうですね。基本的なモデルがこちらのモデルです。一番最初に作ったモデルがプラスのピックガードで、ブリッジがアジャスタブルの、ブリッジのコマになります。もう一つのモデルがですね、こちらのブリッジがテレキャスのコマ、これ面白いですね。はい、なってて、この台座はオリジナルで作ってるんですけど、もうボディにもうがっつり入ってる感じですね。レスポールとかそういった感じのイメージになります。まあ、普通のジャズマスってこうグラグラ動くじゃないですか。それが全くない状態なので、まあ、ボディの鳴りとかをダイレクトに音を、伝えるんで、結構パワフルな音がします。まあ、基本的なモデルとしてはこれとこれと、あとちょっと廉価版といいますか、安いモデルで、こういうナイスな。プリセットか、プリセットがないパターンがちょっと安いモデルで出してます。そうですね。ピックアップとかもオリジナルですし、そのプリセットとちょっとマッチングヘッドではないんですけど、それ以外は全部上位モデルと同じなんで、結構かなり安くは出しさせていただきますね。一番音がいいのはこれなんで、ぜひあちら、聞いていただければと思います。一番このギターに合うように作ってます。僕が
最初に手に入れたジャズマスはもうキンキンすぎちゃって、うん、そうですね、今思えば、うん、使ってたんですけど、うん、そのキンキンさがね、うん、あのキンキンさをカバーするぐらい真ん中が出てるイメージがちょっとありますね。そうですね、キンキンもいい感じで残ってるけど、うん、気持ちのいい、はい、ことはあんまりやってないんですよなのでこう、ばっかり弾いてるからたまにこういうことをやるととてもいいですこれはそうですね、そのケンタロスってあの、まあ、すごい高騰してるエフェクターでもあるんですけど、で僕たちエフェクターの修理も、まあ、よくやらせていただいてて、うん、ケンタロスの修理ってすごく多いんですよ。ケンタロスは裏蓋を開けると基板があのモンドでカチカチに固められてて、うん、修理ができないエフェクターってよく言われるんですけど、うん、はそのまあそれもオリジナルのケンタロスのものをまあその解析してその修理ができるようにというので、そのまあ研究の機材としては持っているものです、ね。ディレイなの？アナログディレイが。ディレイは大好きですからね。DM2 の前期後期が、ね。そうなんだ。ちょっと前期小さいんですよ、ディレイの文字が。うわ。好きね、本当だ、字が違う。 DM2 行ってみますか。行ってみますか。もういいもん、ね、あったかくていい音です ね、 ね、上げてみましょう。
めちゃめちゃいい。はい、じゃあ今日アンテークギターズさんと、東京エフェクターさん回ってみてどうでしたか？ DM2 も素晴らしかった。素晴らしいですね。ジャズマスター専門店ってことで、はい、本当いろんなヴィンテージから、うん、オリジナルのものまであったと思うんですけど、で今日はオリジナルを基本思想してもらってって感じで、はい、こういつもと違う感覚が味わえたんじゃないですかね。そうですね、ジャズマスターに対して、うん、あのジャズマスらしいいい音が久々に味わうことができました。うん、あ、なるほど、なるほど。俺の使ってるやつはジャズマスの形はしてますけど、だいぶいじってしまっているので、うん、このらしい音からちょっと離れています、うんうん、どっちもそれぞれ気持ちいいですね。そうですね。じゃあ今日はこんなところでありがとうございました。大山さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。また飲みに行きます。いや、すぐに。